阪メトロのフェリーターミナルという駅に参りました。これからフェリーに乗ってね、四国オレンジフェリーに乗って大阪南港から愛媛県の東予港というところまで向かっていきます。見えてきましたね、大阪南港フェリーターミナル。あそこですね。あれは何だろう、ピッカピカカーチスでこんなでっかい看板、港南とかでしか見たことがないんですけど、歩いてもさほどの距離はないですね。なんか個人的には夜のフェリーって初めて乗るんですけど、今回のオレンジフェリーはですね、夜の10時に大阪南港で、朝の6時に愛媛の東予港に着きます。2時間前から乗船できますと。ただいまの時刻は8時15分なんですけれども、今もう乗車できるって感じですね、おそらく。一応予約だけしてまだお金は払っていませんね。なんか受付のとこで払うらしいですけど、なんかこれを見る感じ全然まだ人がいないんで、やっぱり10時出港なんでこんな2時間も前から来てる人って実際あんまいないんでしょうね。待合室がすぐそこで、乗船口も同じ、乗船手続きはこっちでなんかするらしいですね。そして本日改めまして四国オレンジフェリー東予港、出港時間は22時、名門太陽フェリーっていうのも出てます。新門司港まで行くんだ。これもう出発しちゃってますね。まあ、とりあえず乗船手続きをしていきましょうか。ちょっと初めてなんでね、何もかもよくわかんないんですけど、流れでやっていきましょう。ここが受付かな。事前に予約しておいて、乗船名簿に名前を書き、受付に渡します。その際にチケットなどをいただきます。これでオレンジフェリーに乗ることができます。ちょっと1時間半前なんですけども、乗船はできるようなので、乗船していきましょう。ここが待合室ですね。待合室なんですけど、全然人がいないですね、やっぱり。よし、行きましょうか。見えてますね。オレンジ愛媛。いやー、かっこいいな。ちょっとワクワクしてきました。車とかも乗せれますからね。あそこにはオレンジフェリーの文字が見えますね。いやー、でかい。あ、結構でかいんだな。思った以上に大きかった。はい、もう乗り込む連絡口まで来ました。ここを渡ればフェリーの中に入れるということで、あ、でも結構今見えるんですけど、レストランかな、ここ。多分ここレストランですね。結構人が何人かも入ってる。めちゃめちゃお腹空いてるんで早くね、船内に入って飯を食いたいんですけどね。中でご案内できます。3ブロックの15番ですので、はい、通路入って左のベッド3つ目になります。中入って15番のお席からでおください。まずは早速ね、部屋に向かっていきたいと思うんですけれども、今回私が取った部屋はですね、シングルという部屋で、一応このオレンジフェリーの中では一番安い部屋になっております。この扉はですね、直接のお部屋の扉ではなくて、この扉の開けますと左右にシングルの部屋があるという形になります。今回は4315の部屋でしたので、こちらに入っていきます。お部屋はシンプルな作りで、簡易的なベッドと、あと簡易的な机とかがございまして、で結構ね、もう全然寝るだけだったんで、もうこれで十分なのかなって思いますね。それでは一旦部屋を後にして、これからはですね、夕食のレストランに向かっていきたいと思います。まだ出発前です。出港か。レストランはですね、乗ってきた船の入り口のすぐ左にございます。こういうねお酒がいっぱいあるところもあるんですけど、なんか今回は使えなかったようです。お時間なんですけれども、あ、お時間じゃなくなっちゃった。メニューはこんな感じですね。夜の営業メニュー、これよりも多いです。一番人気なのが宇和島鯛めし、定番のカツカレーやねオムカレーとか、あと唐揚げとかもねいっぱいあります。朝食もこのレストランで食べることができるんですけれども、和食と洋食があって、和食だけはね予約制らしいです。レストランのお時間はこの通りです。何にしようか迷ってたんですけどね、結局カツカレーにしました。船が揺れても大丈夫なように机は地面に固定されてあります。ただいまの時刻は8時45分ということで、残り1時間15分で出港です。まだまだ時間があるので、ね、ちょっと船内を回っていきたいと思います。今いるここはね4階になります。基本的に4、5、6階が我々の動けるエリアです。早速4階から紹介していきましょう。ここはキッズスペースになります。今はねちょっと使用ができないらしいです。こちらはさっきのところと反対側のシングルルームになります。こちらねドライバーさんの専用のシングルルームらしいので、我々が宿泊することはできません。こちらにはね浴室があるんですけれども、こちらもドライバーさん専用の浴室です。こちらからね外部デッキに出ることができたので、ちょっと出てみましょう。外に出れましたね。ここか、さっきいたのは向こうか。いやー、というわけでちょっと入ってったんですけど、めちゃめちゃ楽しかったですね。楽しいですね。できてまだそんなに古くもないので、すごい綺麗な感じだったし、本当にシングルの個室はサンライズとかに乗ってるみたいな雰囲気で、すごい楽しい旅の始まりです。これ出港の時はね、ここから出港を見れるっていう、外に出て見れるっていうね、最高の作りですよ。誰もいない。はい、中に戻ってきました。これからね、先ほど私が荷物を置いた、私が泊まるシングルルームがある場所に行きます。こちらにはね、シングル以外にもデラックスシングル、スイート、ロイヤルなど、いろんなね、部屋の種類がございます。こうやって部屋の種類ごとにね、お値段が変わってきますね。A、B、C っていうのはね、A はね、結構年末年始とか、夏休みの人気な時期とかがちょっと高いって感じで、C は普通の平日とか、B が土日とかですね。金土かな？ B は金土とかですね。こちらにはコーヒーカウンターなどがございます。あと食べ物のね、販売機もあるんですけど、お値段はそんなに夢の国価格ではないって感じでしたね。船内には売店とかがないので、食料を得られるところがこことレストランしかないので、ここで買っておきました。レストランではねお土産とかも売っております。続いてちょっと5階にね登って、5階の様子を見ていきたいと思うんですけれども、この豪華客船みたいな感じがいいですね。5階のすぐここには4階と同じような部屋の作りがございまして、テレビがずっと放映されているので、それを見るための椅子があります。4階と同じ販売機コーナーがあるんですけれども、こちらには飲み物とアイスと、あとこちらですね、アメニティが売ってあります。タオルとか、あとヒゲ剃りとか歯ブラシとかが売っておりました。ちらには就航を記念した記念品や写真などの展示が行われております。この後ろ姿はね、エヴァの登場機ではなくてマッサージチェアですね。また5階にはゲームコーナーがありましたね。温泉にあるみたいなちょっとちっちゃめのゲームコーナーです。展望浴槽って書かれているんですけど、5階にはね、一般客が入る温泉があります。シャワー室もあります。こちらのね、扉からは外に出ることができます。最後はね、最上階の6階に向かっていきたいと思います。6階は基本的に外に出る扉と椅子だけがございます。最高ですよ、このオレンジフェリー様。今ちょっと外にあんまり人がいないんでこうやって喋れてるんですけど、普通に隣の部屋とか多分壁もそんなに暑くないから、あんまり人が結構来たりしたら大きい声で喋れないかなって感じですね。まあどうせシングルなんで全然大丈夫なんですけどね。いや、大きい、よいしょ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 よしょ。いや最高だ。すごい、もう愛媛行くときはもう毎回これに乗りたいかぐらいですよ、ほんと。あと中は紹介できないんですけど、温泉、展望温泉とか、あと普通に外にもずっと出れる感じなんで、出港を見送って、あと朝焼けを見たいですね。真っ暗、全然いい感じだ。思ったよりあったかそうだし。めちゃめちゃ快適に寝れるんじゃないでしょうか、今日は。本日もご乗船誠にありがとうございます。本船はただいま大阪南港を出港いたしまして、これより愛媛県東洋公園付近へ航行いたします。でも本船の東洋港入港予定時刻は4時午前6時ではございますが、天候また安全のための原則航行、航路変更などによりまして多少の時間差が生じる場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ。ご覧くださいませ。壁に乗り移るシューターが装備されております。これらの設備は非常の際、人命を守ります大切な設備でございますので、10時30分までの利用となっております。お客様にはお時間内でのご利用を合わせてご活用くださいませ。動いてますよ。これは29連絡窓口につきましては、ご利用のお客様がいらっしゃるので、いやー、出発しましたね。ついに、8時間の旅が始まりました。ただいま、午後10時朝の6時に東洋港に到着いたします。だんだんと大阪南港が遠くなってきましたね。風が冷てえな。さすが12月やから風が冷たいっすわ。なんか船って結構最初はめっちゃゆっくりに感じるんですけど、いきなり意外とこんな進んでんなってことが結構あるっていう。なんかね、別に長旅じゃなくて1泊2日なのにちょっと寂しくも感じますねこの大阪が離れていくかっていう。あれは WTC かな。光り方してますよ、この赤の点滅。遭難とかした時用の多分ボートだと思うんですけど、ちっちゃめのボート。中に戻りましょうかね。出港して20分ぐらい経ったんですけど、もうね、完全に県外になってしまいました。完全にもう電波がありません。ただ YouTube プレミアムに入ってるんで、オフラインのこの動画だけは見れるっていう、なんとありがたい話でしょう。風呂が2つあったんですけど、展望風呂ってところがすごい綺麗なお風呂でした。まあどっちも綺麗ではあったんですけど、その景色をね見ながら風呂に入れるっていう。しかもその風呂もちょっといいホテルの大浴場みたいな感じですごく良かった。じゃあね、もうね今11時ですけど、朝5時半とかに起きなきゃいけないんで、もう寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今の時間は6時の10分前ですね。あと10分ぐらいで東横に到着です。あとね、めっちゃ割とよく寝れましたね。ベッドがね、すごく良かったですわ。で、ちょっと下船準備を進めてまいりたいと思います。また外が全然暗いので、昨日出航した時との景色があまり変わってません。これじゃちょっと朝か夜かわかんないですね。もうほぼ6時なのにまだ暗いんですね。はい、ということでついに下船の時間が来てしまいました。これはね、車とかを運ぶための道だと思うんですけども、なんかマリオカートみたいな感じで面白かったです。出口からね、ルートに沿って歩いていきますと、連絡バス乗り場に到着いたします。3つの行き先があるんですけれども、今回は松山行きの丸3番に乗っていきたいと思います。この券はね、事前に予約して大阪南港でもらったんですけれども、乗船当日の船の中でも予約できるらしいです。もらえるらしいです。松山行きのバスはもうオレンジ色なんで、かなり分かりやすいですね。バスではここ東横から松山駅までは約1時間、道後温泉まで約1時間半です。ということで松山駅に到着しております。今回なんで来たのかっていうとね、こちらにちょっと見えてる伊予灘物語っていう観光列車に乗りに来ました。その動画をね、また上げてるので概要欄をご覧ください。というわけでご視聴いただきありがとうございました。